こんな感じになっています。じっくり見たことはありますか？皆さん、しっかりと先の方には爪がついています。こんな家足を持っていることから、トマトアザラシたちはエアシ類というグループに属しています。
申し訳ありません。こちら失礼いたします。ごめんなさい。さあ、飼育員の準備が整いますので、もう少々お待ちください。ケープペンギンのフィーディングタイムを始める前にお客様に一つお願いがございます。今からこちらの通路をケープペンギンたちが通っていくのですが、その際に手や顔など思いっきり出して柵から出してしまいますとケープペンギンたちにつつかれてしまうことがあります。ぜひ柵からは手を離してお楽しみください。さあ、それではお待たせいたしました。もう少しで準備が整います。今から出てきてくれるのはケープペンギンというとても小型のペンギンたちです。さあ、早速扉が開かれました。開くと同時にたくさんのケープペンギンたちがスロープを下って出てきてくれています。名古屋港水族館では21羽のケープペンギンを飼育しています。あれ落ちた、ごめん。さあ、そしてケープペンギンたちは野生では岩場などで暮らしているため、このくらい階段も段差などへっちゃらでぴょんぴょんと降りたり乗ったりを繰り返しています。ごくごくと降りてきてくれましたが、後が続きませんね。だいぶ小屋の入り口で立ち止まってしまいました。今日はちょっと風が吹いているので、それにびっくりしているのかもしれません。さらにケープペンギンは水難行動をしている種類です。なので1羽が出てきてくれるとたくさん出てきてくれるのですが、1羽が戻るとつられて戻ってしまいます。よしよし、はい、やっとたくさん出てきてくれました。そう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 、順調ですね。上手に階段もぴょんぴょんと下って、はいはい、9番、さあさあ、ゴロゴロと出てきてくれました。奥まで連れて行ってもらいましょう。奥の皆様も少しお待ちください。あげている餌は2種類あります。アジという魚とイカナゴという魚です。イカナゴはとても細長い魚となっています。そしてアジは皆様のお馴染みがあるのではないでしょうか。ちょっとしかし皆様が知っているアジより多分だいぶ小型のものとなっています。40から 40g 魚のアジも入っています。よし、そして1は刺さってしまったのでしょうか。くちばしの上に魚の頭がある状態で歩いています。きっと自分で何とか取るでしょう。さあ、そしてたくさん戻ってしまったので、また赤い小屋の中まで戻っていってしまいました。さあ、どんどん出てきてもらいましょう。あ、一番待ってますね、階段の下で。あ、いた。先ほどケープペンギンは集団行動していると言いましたが、たまに一羽にもへっちゃらなケープペンギンがいます。今待っていたような子ですね。ケープペンギンたちには一羽一羽直接一匹ずつ魚を与えていますが、たまにキャッチのとても上手なペンギンもいるので、そういうペンギンにはポンと投げてキャッチしてもらったりもしています。よし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 。そしてペンギンが魚を食べる向きも皆さん注目してみてください。しっかりと頭の方から飲み込んでいるのが分かりますか。尻尾の方を加えても頭の方を加え直して飲み込んでいます。これはケープペンギンたちが尻尾の方から飲み
込んでしまうと喉にヒレやトゲが刺さってしまうというのが分かっているのではないかと考えられています。たまに他のペンギンと争って焦って逆さまから食べてしまうペンギンもいますが、とても心配になりますね。さあ、くわえて戻ってきた子もいました。魚をくわえたまま戻ってきてしまうと、実は待ち構えている他の企画ペンギンたちに奪われてしまうことも多々あります。ぜひそこで急いで食べてほしいものです。そして急ぎすぎて階段から落ちてしまうペンギンもわかります。今気になった方いらっしゃるかと思いますが、はい、小屋の入り口に立っているケープペンギン1羽だけなぜかちょっとボサボサしていると思いませんか。実はあのケープペンギンは今全身の羽が生え変わる寒雨という時期がちょうど来ています。これからとても寒雨が全て終わると真っ白でとても綺麗なケープペンギンになる途中なんです今。なのでちょっと羽がだいぶ抜けてしまって、どうしたのと思われる方もいらっしゃると思いますが、今とても順調に羽が生え変わっている途中なのでご心配をしないでください。そしてその寒雨にはとてもたくさんのエネルギーを使います。なので他のペンギンたちより一回りぐらい大きくなっています。たくさんの餌を食べて体にエネルギーを蓄えています。今日はちょっと風に驚いているのかあまり奥まで出てきてくれませんね。よし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 、はいはいはい、行くよ行くよ、ほいほいほい。そして餌をあげた飼育員がこちらに戻ってきて何やら書いていますが、実はどのペンギンにどのくらい魚を与えたかというのをしっかりと記録しています。しかし一見どのケープペンギンも同じに見えてしまいますが、実は翼の付け根についているバンドが一羽一羽すべて違います。それでケープペンギンたちを見分けています。おお、とりあえずとりあえずフィーリングタイムはまだまだ続いていきますが、私の解説は以上で終了したいと思います。皆様最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。この後後ろの通路を開放しますので、カヌーに戻られるお客様やゴマフアザラシを見に行かれるお客様はもう少々お待ちください。ありがとう。1って結構食べてる？8は割と食べてますね。1、はい、1は食べてないです、はい、ほら今もなって結構出てる。はい、よしよしよし、ほいほいほい。課長、ちょっと忘れないうちに書いていただいてもいいですか？ありがとうございます。21がアジ1のイカナゴに、アジ1が